はい、おたえレコード、陽介カニンです。はい、今日はですね、ゲストをお迎えしております。親井で電機の近藤さんです。ようこそ名古屋へ。近藤です。はい、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。一輝くんも近藤って言うんですけどね。はい、今カメラ撮って。よろしくお願いします。最近近藤が多い。はい、いうことでございます。はい、今日はですね、DJ の音質にこだわってみようということで、はいはい、ちょっと親出さんの製品を、はい、まあ、紹介をしていただきたいなというふうに思うんですけど、はいはい、DJ のですね、まあ、ここにありますけど D プラスっていうやつがあって、まあ、これは USB ケーブルなんですけど、まあ、DJ のコントローラーに、まあ、特典でついてきたりだとかもしたり、あと結構多いのが友達の誕生日プレゼントとか、はいはい、これ結構多いんですよ実は、はい、とかで、まあ、DJ にまあ広く広まってますネオっていう、まあ、ブランドシリーズがありますけど、それ以外もですね、親井出さんのいろいろ、例えば電源ケーブルだったりだとか、ヘッドシェルなんかもあったり、まあ、いろいろしてるという感じで、はい、今日はちょっといくつか持ってきてもらったということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まあどれからでもいいですけど、はいはい、なんかちょっと紹介をしていただければ。そうですね、まあやっぱり、はい、なんでしょう、音質改善だと電源ケーブルがまあ、うん、主だったりとは思うんですけど、うん、まあもちろんその他のケーブルもなんですけど、はい、弊社からちょっと新しい電源ケーブルが出まして、まあ、強そうですね。はい、はい、アクシス 303GX という、ほう、はい、ここに書いてありますね、アクシス 303GX、はい、へえ、なるほど。これ出たばっかり。出たばっかりですね、去年末に出ました。あ、そうですか、はい、なるほどなるほど、はい、これはだいたいいくらぐらいのものなんですか。そうですね、まあ、はい、長さで、はい、変わるんですけど、1万、はい、2000円ぐらいで、1万2000円ぐらいぐらいで、一番短いものはですね。まあじゃあ一応 DJ の人にも、はい、まあ全然こうなんか手が届く範囲のような気がしますね。はいはい、そうですね、 1.2 メートルが一番短い長さで1万2000円です。なるほど、はい、あ、切り売りでね。いや、切り売りではなく完成品ですね。あ、完成品で、はい、なるほどなるほど。 1.8 メートルで14,400円。うん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 、あ、これ、はい、こっちで見るんです。なるほど、はい、なるほど、まあ実勢予想価格、うん、っていう、はい、ことですね。オープンプライスなんです、はい、はい、なるほどなるほど、はい、いうことでございまして、はい、まあまずですね、はい、その電源ケーブルなんですけど、そのまあ、DJ だとどういうところで変えたらいいとかって、はい、はい、どこで使ったらいいんですかね。そうですね、はい、まあ、もちろん DJ ミキサーもそうなんですけど、はい、もし CDJ お使いでしたら CDJ 変えていただいても音変わりますし、そうですね、まあ、もしこう DJ ご自宅だったら、まあ、アンプお持ちだったらアンプ、うん、変えてみて、まあまあそうですね、はい、うんうん、まあモニター、あのパワードのモニタースピーカーを使いだったらもうちょっと、まあ、こんなようなやつとか、そうですね、はいはい、こういうところで変えていただければ、うん、音質が改善変わるということですね、はい、まあさっきもちらっと喋ってたんですけど、その音がこうワッと良くなるってグレードアップするっていうよりは、もその既存の純正でロスしてた情報も表現してくれるっていうか、はい、そういうイメージなんでしょうね、はいはい、いうことで、アクシス 303GX、を今日持ってきてもらいました、はい、で参考までに、これは現行ということなんでしょうかね。そうですね、もともとあのうち の,、はい、あの弊社の定番で、はい、うん、LI50OFC-R の 2.5 という、うん、なるほど、ものです。まあ OF、 はい、OFC なんでしょうね。そうですね、 OFC っていうからには、うん、ケーブルが OFC という、はいはい、まあ、OFC って無酸素銅というものなんですけども、はい、はい、ちょっとあの何でしょう、一般の銅がタフ、まあ一般に使われているケーブルが大体こうタフピッチ銅という、呼ばれているものに対して OFC というのはこう無酸素銅といって、はい、まあ酸化物を含まない、99.95 以上の、高純度銅、うん、はい、99.5 って9、まあ、要は9が 99.9 っていう、こう9が3つ並ぶんで 3N、
走行純度のあの銅の、はい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 、まあ位と言いましょうか、与えられまして、まあそれが、まあ、OFC 無酸素銅というの、はい、なるほど、を使っているという、まあもう定番、うちの定番中の定番なんですけど、なるほど、まあまあ、要はあれですよね、はい、その金属の純度が高いから、はい、その電気信号の導通率も高くなるから、うん、まあ、音がいいということになるわけですよね、はいはい、なるほどなるほど、はい、そういうわけでございまして、はい、まあ、これ定番の、これだといくらぐらいなんのかな、それですと、まあ、値段的には、うん、アクシスの方が安いです、あ、こっちのが、こっちのが高いんだ、はい、なるほど、そういうことですね。こちらに出てます。LI、LI50、OFCR の 2.5 ですね。うん、はい、なるほど。1万3000なんで、うん、短い、一番、はい、まあ、1.8 になるとちょっとこう、うん、お値段同じぐらいになるんですが、はい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 、まあ、ちょっとこっちの方が高いですけど。なるほど。はい、じゃちょっと若干安いんだ、こっち。若干安いです ね。もうエントリーモデル。っていうことですね。まあ、1.2 メートルでしたら1万2000円なんで、もう、エントリーモデルとしては。まあまあまあ、そうですね。はい、ただこれ、でも、はい、この紫の感じが、なんか品がいいっていうか、はい、ありがとうございます。高く見えますね、これ。プリンスのパープルレインから、うん、はいはい、インスパイアを受けたという。マジっすか、はい、いや、それ実はっすか、実はです。開発チームが。やばいっすね。はい、なるほどなるほど、そういうことですね、はい、でアクシスはデトロイトテクノの、あのアクシス、伝説的なレーベルアクシスです、あ、マジっすか、はい、すごいっすね、あ、結構これちょっとなんかあれですね、はい、まあこれオタレコ TV なんで、はい、DJ の好きな人が多いんですけど、はいはい、ちょっとなんかクラブっぽい感じもちょっとあれですね、そうなんですよ、はい、ルーツとして若干あるという感じですけどね、はい、まあちょっと一回これ聞いてみて、はい、まあ、皆さんも毎回そうなんですけど、うん、YouTube で音が聞きづらいとかっていうのはあるかもしれないですけど、一回ちょっと聞いてみましょう、はい、はい、いうことでございまして、ちょっと 別会場に恒例の、はい、ということで、早速聞き比べたいと思います。まずはですね、まあ、何はともあれ純正の方を、かけていきます。で、使う機材は、XDJ-RX ですね、はい、まあ、最近もよく売れてますけどね、これでいきたいなと思います。はい、じゃあちょっと聞いてみましょう。なぜかレゲエ調っていう、電源ケーブルを変えてみたいと思います。じゃあまずですね、アクシスの、もうなんかめっちゃプリンスに見えてきましたね、はい、さっきの下りを、はい、でも本当にすごい太くって、はい、しっかりしたケーブルもありますね、はい、まあ、かといって、はい、結構被膜も柔らかいから取り回しもしやすいですよね、はいはい、外から回しちゃおう。これはちょっと期待できそうな気がしますね、だいぶ。もう絶対なんかもうこの時点でもう聞かなくても、あ、帰ってきた、まみし君。この時点で聞かなくてもなんかもうちょっと絶対いいだろうみたいな感じは出てるというか、いう気はしますね、はい、じゃあ、アクシスですね、聞いてみます。
ということでございます。まあまあ感想は後ほどという感じで、じゃあ今度、まあ、1個上というかちょっぴりいいやつ、まあでも本当ちょこっとしか違わないですよね、はい、値段的に。まあいいやつ、こっちの方がいいやつなんですけどね。こっちの方が、はい、出たばかりなんで。あ、そうかそうか、はい、あ、そうですよね、はい、あ、そういうことになり、はい、なりますよね。はい、じゃあちょっと、はい、せっかくなんで、はい、せっかくなんで、はい、じゃあ定番中の定番、定番中の定番ですね、はい、はい、LI50 OFCR の 2.5 OFCR の 2.5 ですね、はいはい、うーん、被膜がね、これちょっともうすでに違うんですね。これは なんかこう、そうですね、上からこうメッシュチューブっていう棒チューブがかかってるんですけど、はい、はい、いう感じになります。これはこっちの方がでも引き回ししやすいな。そう、柔らかいは柔らかいんで。ですね。はい。あ、ちょっと変換だけですね。あ、はい。はい。まあ本当はあのこれ便宜的に変換使ってますけど、本当はあの3ピンが刺さるタップとかでをやってもらった方がもちろんいいですからね。はい。はい。まあ今日はまあ比較なので、もうボリュームは一切変えてないですからね。どうでしょうか。YouTube に出るかな、わかんないですけど、もう明確にLI とこのアクシスは違いますね。はい、うん、はい、まあ、ちょっとじゃあまあ感想じゃないんですけど、はいはい、まあ、これは毎回僕も申し上げるんですけど、本当にこういうものって個人の好みだから、うん、あんまり気にしない、さ、もう本当参考程度にしてください。うん、それを鵜呑みにしてなんかこう、この音はこうだって掲示板とかに書いたりする人がいますが、これはあくまで陽介管理人のただのなんかただのおっさんの一感想なんで、あんまりそういう、はい、はい、あれですけど、まずですね、純正を聞いて、で、まあ、その後にアクセスを聞いたんですけど、うん、基本的にもうこれ私も前から唱えてることなんですけど、もう純正は音質ちょっとでも上げたいっていう人はもうマジで今すぐにでも、もううちじゃなくてもいいです。もうその渋谷のどっかのお店とか、もう大阪のどっかのお店とか札幌のどっかのお店とかでもいいから、今すぐにグレードアップしてください。絶対に変わりますから。で、できればこの親出のシリーズはもう本当に間違いないので、親出を使ってグレードアップしていただきたいなというふうに思います。で、だからなんかちょっと純正とこれアクシスの音質の違いっていうのはちょっともうコメントする以前の問題です。それぐらい違います。もう別の機材とまでは言わないけど、うん、この XDJ-RX2の音が、音質がすっごいアバウトな言い方だけど 20% ぐらいは上がると思う。はい、いう感じでございます。はい、で、まあ1万円ちょっとの出費ですし、これ営業とかじゃないですよ。あなたのことを思って言ってますから。はい、それぐらい価値があるってことですよ。で、大事なのは、今日はまあたまたまこの2つを持ってきてもらって、まあ、例えばブラックマンバっていうやつとか、うん、津波っていうやつとか、はい、まあ、そういういろいろありますよね。はい、津波だと3万とかするのかな。そうですね、ものによってはですね、はい、すごい高いんですけど、はい、まあまあ買いやすいところでっていうところでいくと、はい、このアクシスとこの LI50 っていうのが、はい、まあ、OFC っていうのがポピュラーなんだけども、はい、まずね、これとこれ
まあ、ちょっと近藤さん、あの、はい、ごめんなさい、僕の個人的なあれで申し訳ないんだけど、はい、こっちのが新しくて出たばっかり、うん、で値段ほぼ一緒、うん、っていうことはこっちの方が新しいからこう技術的にも進んでるから、うん、こっちがいいというのは一般論、うん、一般論としてあると思います、うん、ただ力強さっていうか、うん、押し出しが強いのは、うん、こっちの方が押し出しが強いんですよ、うん、で強いんですよとか僕は強いと思っていて、うん、でがっつり系とかの人は、うん、これは非常にいいんじゃないでしょうかね、うん、はい、はい、っていうふうに思いましたね、はい、でまあ例えばロックとかでも結構迫力出したい人とか、うん、ヒップホップとかでも、うんっていう人はこっちのがいいかなっていう感じはしました、はい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 、ただこれと比べると荒いです音が、うん、荒いだから音の分離もそうだし、うん、ベースライン、うん、今ちょっとレゲエ調の、はい、曲でベースラインだけこう浮いてこう聞こえてくるわけなんだけども、はいはい、ベースラインだったりあとは今の女の人のボーカルのところが、うんうんはい、のリバーブ、はい、の残響の、うん、本当にこうスッとした、うん、本当に空気のようなところ、うんうん、っていうところの描写力っていうのは、うん、もう圧倒的にこっちですね、うん、だからまあ結果的にこっちの方がまあクオリティとしては高いんだろうけど、うん、ただこれやっぱり定番だけあって、うん、めちゃめちゃ音楽的だし聴、はい、いてて楽しい、はいはいはい、からで押し出しも強い、はい、からこ10人に2,3人とかはこっちがいいっていう人も絶対いるはず、うんうん、だなっていうのは経験則でなんか思ったところですかね、はい、はい、という、はい、もうまさにまさにその通りで、はい、はい、ちょっともうこっち、どう思いましたか。そうですね、はい、まあこれが、まあ、さっきご紹介したのが、はい、中身が OFC っていう、うん、まあ無酸素道なんですけど、こちらが102SSC っていう親井で弊社が独自に、うん、開発した 102SSC 精密動態 102SSC という、うん、はい、はいはい、独自に開発した動態なんです。すごいっすね。まあ、まあはい、そういうのも使ってることもあり、やっぱりもう本当、はい、陽介さんがおっしゃる通りも、うん、描写力が、うん、抜群に上がるというところ。なるほどですね、はい、もうさすがの感想だったなと、うん、いやと思います、はい、そうですね、はい、まあ、今回 XDJ-RX2 だったんですけど、はい、パイオニアの DJM900 NEXUS2 とか、まあ、そういう定番の4チャンネル、うん、ミキサー、アレ&ヒースのゾーン92とか、まあ、あとはまあね、この前もデノンも最近結構勢いがあるんですけど、うん、はい、DNX1800 とか、うん、あの辺とかのハイクオリティなものを使ってる人っていうのは、うん、もう純正をからはもう早く卒業して、うん、でも本当にこれ入れてもらうだけで本当変わるんで、うん、いう感じですね、はい、うん、で押し出しが強いのがいい人はこっちでもいいのかなっていう気はしました、うん、はい、はい、まあ、そういう感じの電源ケーブルが出てたりするということですね、はい、はい、このアクシスはコネクターとプラグがこうモールドっていって一体成形になってるんで、こう、うん、振動に強いんですよ。なんでもう特にクラブとかの現場で大きい音とか出した時にかなりの威力が、でまあもちろん、はい、塊感はこちらの方が、音の塊感は感じになるとは思うんですけど、まあ分離がいいんで、分離がいいのと、まあ、まあ同じなんですけど、解像度がいいんで、うん、まあ、ローもかなりタイトになるんで、うん、音を大きくした時に、かなりの威力に、うん、なるほどね、なります。でしょうね、はい。これはね、いいですね、はい。なんか、基本的にはこっ、はい、僕も基本的にはこっちなんだけど、はい、ただこれ、うん、パーティーによってはこれ使いたいなっていう、はい、わ、分かりますよね、はい、なんかそんな感じですかね、はいはい、本当にこう欲を言えば、うん、まあ、CDJ とかプレイヤー側にこっちを使っていただいて、うん、例えばミキサーとかだったりこっちを使って、えらいごじ使っていただくと、もうちょうど良きとこに、うん、なるほどですね、いける、
まあ最上流にはちょっと解像度の高いものを置くと、うんうん、なるほど確かに、はい、よくはなるんで、うん、そういう使い方をこうしてほしいなというところでこう、あ、統一 す,、はい、するもいいけどこういうのを交えてでチューニングするっていうのをこうしていただきたくて、うん、今日はちょっと違う、はい、なるほど、いやさすがですね、はい、いやいやいやもうさすがの、うん、でも陽介さんももうこう、はい、バッチリの感想いただいたんで、はい、偶然当たりました、いやいやいやもうさすがでした、はいはい、ついてます、はい、まあいうことでございます。